はい。えー、即課塾の久保です。これ見てください。記事。怒り新党吉村知事、怒ってますね。あのね、大阪府の休業要請に応じず、お酒とかを出してるお店があったみたいなんですよ。けしからんですね。もうあのとこ営業停止だとか言ってね、吠えてますね。吉村さん。まあ、ちょっとね、記事を読んでみると、そのお店がね、あのー、休業要請に応じず、休業要請ってのお願いなんで、 あの、お願い通りに聞いてあげても聞いてあげなくてもどっちでもいいんですよ。で、聞いてあげないよって言ってね、あの、営業したところ売り上げが前年比の300%ですからね、商売繁盛で結構じゃないですか。これは消費者さんが選んだ道ですからね、特に文句つけられる筋合はないと思いますよ。だって吉村知事は、休業要請するだけで、飲食店さんの 売上の、ね、苦しみとか、もう放置なんですよ、完全に。だから、休業要請じゃなくて、休業命令とかして、その代わり、保証すればいいんですよ。吉村さんのその給料の中からでもいいから。ね。金の出所はどこでもいいんですよ。税金で出せないんだったら、吉村さんが個人的にお金出してあげればいいんですよ。そしたらね、気持ちよく、その居酒屋さん休みますよ。こう書いてるじゃないですか。不公平感って誰が起こしてるんだってことですよ。大阪府を仕切ってるの誰なんだってことなんですよ。 もし大阪府の中で、もう府民の分断が起きるとしたら、そのリーダーに責任があります。こう見てください。正直者がバカを見るなんてことはあってはならないと語気を強めたって、お前のせいだって話なんですよ。早くね、この吉村さんをね、追放した方がいいですよ、大阪の府民の皆さん。いいんですかこんなことで。あの、よくわかってないかもしれないですけども、かなりの悪党ですからね。まあ、イソジンなんとかっていうね。あれもう、とんでもない事件ですよ。もう忘れてると思いますけども。 とにかく、大阪にこの吉村、維新というものがある限りは、私ね、維新の会とか橋本徹さん、割と好きな方なんですよ。割と好きなんですけども、全部が認められない。あまりにも統治能力が低すぎるというかね、意図して不民を苦しめてるとしか思えないですし、そして大阪府で起きてることがね、なんでこういうふうにいちいち全国版になるんだって話なんですよ。ここにはマスメディアを使った日本国民の洗脳教育がね、 でででもなんでもななんくてて起きてるわけなんですよ自分の頭で考えればねこれがいかにバカなことをやらしてるかってことは分かってると思うんですけどね儲かって仕方がないとおっしゃってますけどもここのお店で来るお客さん陽性になってもお父さんお母さん命を失ってもいいかなと思いますねってそれはそういうこうと思うんだったら医療体制を何でね放置しているんだって話ですよお前がお前がだよ。でじゃあねねこのね 新型コロナウイルス確かに怖いかもしれませんけども、店舗を閉めてお店が氷糧攻めにあって上陣で首くくってもそれはそれでいいってことなんですかね。今まで休業要請に応じて何の保障もなく死んでいった数々の飲食店の経営者さん、それこそそういう人のお父さんお母さん、命を失ってもいいのかなって、もう一回言ってみろって話ですよね。 そう言った方でも医療従事者の方は命を守る活動をしてるわけですよって分かってるんだったら医療従事者の方にもっと報いるようなことすればいいんですよ。いうことはね、こういうふうに二枚舌でプラ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 とね、勝手なこと言ってますけども、まあぜひ協力してもらいたいって、お前が一番協力してないだろうと。協力金出せって話じゃないですか。そう思いませんか協力金出したにしても足りないし、まあ、この人はいいんですよ。テレビで喋ってれば、金がガッパガッパ入ってくるんで。でもね、毎日、 お酒を売らないと、お店を開けないと、飯を作らないと、生きていけない人たちがいるわけですよ。で、この吉村さんはね、自分には金がガッポガッポ入ってくるから、そこそこ金額の高いお料理でも食べれるわけですよね。でも一食300円500円で食べていかないといけないと、しょうがない方。高級料亭じゃなくて、居酒屋に集まる多くの方の庶民の方。その人たちの暮らしや仕入れ先のお取引先様のね、 暮らしを守るための営業300%。何がいけないんだって話ですよ。うん。要請に応じない店舗には彼を貸すって言ってますけども、じゃあ、陽性に応じた店にはご褒美を出すっていうふうにできないんですかね。日本の法律とか言って法律論言いますけども、こんなん自分で条例作ればいいわけですよ。大阪府はこういうふうにしますよ、みたいなね。全くね、とんでもない人ですよ、これ。悪党ですよね、悪党。悪党吉村出てこい出てるか。<laughs> 吉村もね、はい、これ、税金をね、蝕んでいる。<laughs> 本当にね、ろくでもないなと思いますよね。も私もね、その、人をね、攻撃するのは、あまり好きじゃないんですよ。ただ、吉村さんは、知事であるから、攻撃させてもらいますね。だって、権力を持ってない人が苦しんでるわけですから。だから、権力を持った人は、その権力を正しく行使する必要があるんですけども、正しく行使できてないと思いますよ。正しく行使できてないから、 こんな正直者が馬鹿を見るみたいなね、大阪府になってるわけでしょ正直者が馬鹿を見るなんてことにはあってはならないっていうふうに、ぜひね、統治してくださいよ。ね。権力持ってんだから。と思いますけどもね。どうでしょうかね。これ誰がおかしいこと言ってますこの、休業要請に応じなかった人が悪いんですかね。要請ですよ。お願いですよ。どっちでもいいんですよ。で、この感染が怖ければお客さんも行かないんですよ。 そういませんかだから、納得済みの人が営業して、納得済みの人が、このお店に行って、やってるわけですよ。で、法的に、そして、何、精霊的に、条例的に、何の加工にも儲けてない。職務怠慢の、この吉村さんが、自分の思いが通じなかった人に対して怒ってるというね。で、吊り上げるわけでしょ 全くね、都民ファーストあの、例の小池都知事と同じですよグローバルダイニングいじめ事件まあね売り上げが300%ですからねいいじゃないですかうんだからゆるゆるなことやってるからこういうことになっちゃうんでね吉村さんも早くね権力の座を降りて普通のいいイケメンのお兄ちゃんに戻ってほしいなと思いますけどもね皆さんどう思われますかそれでは、 吉村さん、体に気をつけてね。まあ、そこそこ頑張ってください。でも、弱い者いじめはねやめい、やめてくださいね。権力を持ってない人はみんな弱いものですから。ぜひね、こういうふうな、あのー、働かなくちゃ生きていけない人に寄り添うような活動をしてもらいたいなと思いますね。